い、どうもこんにちは、プロボウラーの水ピーです。いつもありがとうございます。今日は7月17日に行われますシーズントライアルサマーシリーズのコンディション引いてもらいました。ただね、会場の、私は MK ボール上鴨さんに行くんですけど、オイルの出す量が違いまして、被災ボールで引いたらむちゃくちゃ速いレーンが出来上がりました。ですので今日はガサガサばっかり投球したいと思います。48メートルありまして、本来なら29ミリぐらいということなんですけども、被災で引くとね、ちょっと30ミリオーバーしちゃいましたので、参考程度にね、こんなに速くないだろうと思いますけども、速いのから遅いのになる分は、ね、僕得意なんで、今日は速いレーンで練習をしたいと思います。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それではご覧ください、どうぞ。はい、それでは行きましょう。ということで、ハーシュリアリティのガサガサ、ほぼほぼこのボール試合で投げたことがない。吉川税理事務所の時に持ってって練習で投げた以来、カバンに入れてなかったから、むちゃくちゃボール綺麗よ。はい、行きます。ウェイ、ほら、あんだけしか曲がらん。500番やのにあんだけしか曲がらん。あれね、まだね、1ゲームぐらい練習したんで曲がるようになった方なんですよ。とあとは被災ボールの外の癖が、段が落ちてるので曲がってくれたんですけど、これね、もうちょっと中投げるとね、びっくりするぐらい速いんです今日。はい、左寄りました、わざと。ノーヘッドしてもいいから。ここはね、むっちゃ速いの。ほら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 。嫌になっちゃう、もう。ゆっくり投げる練習はしといた方が良さそうですね。曲がるとこさえ見つかったらね、そこへめがけて投げるだけなんで。はい、これも48フィートあるんで、思っているより曲がらん系で投げなあかんでしょうね。これ曲がるかな。おいし、後ろあると思ってたらなかった。なんか今スペアボール投げたみたいになってましたね。よし、普段あんまりボール僕吹かないんですけど、今日は吹かな、まあやばいです。いきます。これぐらいかなね。よし、曲がりだした。ただこれね、リアクティブで全員行ったらすごいパックンツーになりそうですね。まあ僕の心の声を大にして言うならば、頼むからこれぐらいのレーンやったら売れたんやめてくれっていうぐらいの気持ちです。みんなでリアクティブで綺麗に削ろうよって思ってます、正直。わー、滑る。まあプロの世界なんでね、自分が打てればいいんで、そういうレーン作るとかいらないんですけど、正直ね。でもね、最近のねコンディションとか考えるとね、まあ、右投げの方が全員で束になってレーンきれいに作ってレフティに対抗した方がいいような気がするんですけどね。右投げが多種多様すぎるもんね。はい、じゃあボール変えてみます。視聴者さんが用意してくださったコード300、同じく500番、これハイブリッドです。ハイブリッドの方が多分切れるよね、ちょっとね。うわー、惜しい。ただね、500番のボールずっとアッコ投げてるんで、みるみるオイルが取れてきてどんどん曲がりだしたんです。でこうなると多分パック2なんで、その辺が心配ですね。曲がるかな。ゆっくり投げます。ゆっくり投げました。曲がりました。
5枚はね、機材ボールはオイル乗らないんで曲がります。まあでも多分攻め方的にはあんな外じゃないと思うんですよね。展望ぐらいと僕思ってるんですけど、あのパターン表ちょっとしか見てないんですけどね、もうなんかイメージ予備知識なしで体感で投げた方がいいかなと思ったからあえて見なかったんですけど、見た感じでは5枚じゃなくて10枚ぐらい投げたいんですけどね、ゆっくりね。この辺を投げたいんです本当は。でもね、あれ絶対飛ばないのよ、48フィートあると飛ばないのよ。よいしょ、スペアボールも結構流れるでしょうね。一回もスペア練習してないんでちょっと心配ですけど、流れるよ。はい、そう、今のむっちゃ普段の機材ボールなら取れてないと思う。もう一回だけコード投げてみます。倒そうと思ったらもっとゆっくりですね、ボールが。ゆっくり投げたらゆっくり。あ、惜しい惜しい。いやー、そこちょっとファールの要素を取っ払いたいね。やっぱ今の見たらあそこ売れたんですかね。僕はもうウレタン持っていかないって決めてるんで、はい、ウレタンなくて予選落ちしたらそれはそれでいい。うわ、流れるよ。危な、危ない、取れました。さあ、キュ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 なんで、いい加減ストライク出したい。ストライク出たの1フレだけです。はい、戻しました。ハーシュリアリティに戻しました。やっぱちょっとソリッドにしときたい、暴れる。わあ、中ミスだ。滑り場クリスティーですね。すげえ。打ちミスやけど刺さるかと思ったら薄かったよ、逆に。うわ、こんなにキューキューキューってなるもんかいな。はい、オッケー。オッケー。さあ、絵描けストライク出したいですね。ボーダーどれぐらいになるんでしょうね。まあ賞金面は220アベ超えるでしょうけどね。とりあえずね、この、シーズントライアルは9月に行われますドリームマッチの選抜大会を兼ねてるんですね。それが約半数ぐらい通る感じ。今現在、今日撮影現在では約半分通るっていう感じなんで、半分以上にはならなあかんのです。これぐらいですか？曲がる？うわ、ギリギリ。でもあの辺が曲がってきたらちょうどいいんじゃないかなって勝手に思ってるんですけどね。ちょっとまあ今よたってしまったんで、次はきっちりフィニッシュ決めるといいんじゃないかなと思っております。はい、もう一丁。ちょっと体のね、内から手が出るように、内から手が出るようにだけ
意識して。あ、出過ぎた。出過ぎた。ラッキー。ラッキー。これは AI コアに助けられましたね、今ね。ピンアクションが完全 AI コアでしたもんね。この頃オイルがあるといいですわ。オイルがないとダメです。オイルがあるとむちゃくちゃピンからも。このリザーブブレンド902っていうのが、なんかね、ボールによってはむっちゃ走るし、ボールによってはしっかり噛むし、なんか面白いですよ、このボール。はい、テンフレ、なんとかダボれたんで、もう一発は欲しいな。もう一発欲しいな。うわ、折れた。うわ、むっちゃ曲がった今。しっかりリリースしようと思ったらむちゃくちゃ曲がりました。オイル取れました、あそこ。ということで、おそらくみんなガサを投げると一瞬でオイルが取れると思うんですね。ですので、すぐに打ち合いのレーンになる気がしております。はい、スペアして最後ね、違うボール投げてみます。あ、曲がるかな、曲がるかな。あ、怖、危な、取れた。とりあえずね、まあ、スペアを必死に拾って、ノーミスゲームで200にはなりそうです。はい、ということで最後、はい、サミットピーク、カバーの強い対象コア、ちょっとまっすぐ面積見たいときはこれを持っていきます。ちょっとペーパー出てます、2000番。でもパール、強いとはいえパールなんで、どう出るでしょうか。どうですか、曲がる。あ、いけるね。あれ持っていきます。はい、ということで200飛び3点でございました。まあまあレーンは良くなりそうですね。これ打ち合いになりそう、久しぶりになんか打ち合いになりそうなレーンな予感がしております。はい、楽しみでございます。はい、ということでね、スタートはちょっとしのいで、後半中入った時にしっかり手に叩けるように練習を重ねていきたいと思います。7月17日 MK ボール上鴨さんでございます。お近くの方ぜひ応援に来てください。はい、ということで本日の内容、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。